イーリス星王国の王子でありながら自警団の団長を務めるクロム。なあ、平和のために戦うクロムのもとにはたくさんの仲間が集います。私リズね、覚えてよね。魔法が得意なクロムの妹リズ、自警団の副長で戦の指南役フレデリック、道中で出会う個性豊かな仲間たちと共にクロムは世界の未来をかけて戦っていきます。仲間たちは戦闘を重ねることで経験値を獲得。レベルアップすると能力が上昇します。また武器の種類ごとにレベルがあり、使えば使うほどパラメータが上がってより強い武器を装備できるようになります。しかし戦いは決して甘くありません。敵も自分に有利な相手を優先的に狙ってきます。頼りになる仲間ばかりで戦うのではなく、まだ成長途中の仲間や後方支援の仲間をいかに育てながら戦っていくか、支え合いサポートしながら戦いを進めていくことが勝利への鍵となります。危なかった。兵種には下級職と上級職があります。マスタープルフと呼ばれるアイテムを使用することで下級職から上級職へクラスチェンジ、能力が大幅に上昇します。アーマーナイトのカラムはジェネラルとグレートナイトへクラスチェンジできます。ジェネラルにクラスチェンジするとより防御が強固になり鉄壁の盾となります。グレートナイトにクラスチェンジすると移動力が大幅にアップ、剣、槍、斧が装備でき戦いの幅が大きく広がります。またチェンジプルフと呼ばれるアイテムを使用すると下級職の間でのクラスチェンジ、上級職の間でのクラスチェンジ、上級職から下級職へのクラスチェンジが何度でも行えます。どの兵種にクラスチェンジできるかは仲間ごとに異なります。クラスチェンジしたり兵種のレベルを上げていくとスキルを覚えることができます。スキルはステータスアップや特殊能力など種類も様々。これで終わりだ。身につけたスキルはクラスチェンジしても引き継がれるので、たくさんの兵種を経験しスキルマスターに育て上げることも。また覚えたスキルは戦闘のたびに5つまで選べます。ステージに合わせてカスタマイズできるため戦略の幅が広がります。一度クリアしたマップ上に敵が出現する場合があります。これが遭遇戦。何度でも自由に戦いを繰り返すことでお気に入りのユニットを育てたり武器の熟練度を上げたりレベルを上げてスキルを集めたりなど、プレイヤーの自由に楽しむことができます。
最初は頼りなくてみんなに守られてきた仲間や、回復役として後方支援してきた仲間も戦いを繰り返してレベルアップすることで、きっと大きな戦力になってくれるはずです。仲間の数だけ戦い方が増えていく。ファイアーエンブレム覚醒。